皆様こんにちは。今回は Android で拡大操作を行う方法をご紹介させていただきます。 Android にはユーザー補助機能の一つとして画面の拡大操作を行うことができる設定を利用することができるようになっています。ただし Android の拡大操作はデフォルトではオフになっているので、利用するには設定をオンにする必要があります。Android の拡大操作は、設定を開いてシステムカテゴリにあるユーザー補助をタッチし、拡大操作をタッチしてスイッチをオンにします。これで拡大操作が利用できるようになります。拡大操作の使い方は、任意の画面で3回素早く画面をタッチするだけです。3回目をタッチしたままにすることで、タッチしている間だけ拡大されるようにもなります。また3回タッチで指を離している場合は、2本指のドラッグ操作で画面を移動することが可能です。2本指の間隔を変更することで、さらに拡大したりすることもできます。3回タッチで指を押し続けている場合は、その状態でドラッグすることで画面を移動することができます。 Android にはフォントや画面表示を大きくする機能も実装されていますが、拡大操作は一時的に画面を拡大することができるので、通常利用では拡大が不要な場合などに便利です。必要な場合は機能をオンにして活用してみてください。以上、 Android で拡大操作を行う方法のご紹介でした。